ちょっと降りて西武に入りました。パイプフレーム、これもリパイプフレーム、7班の取り付け位置はここなんだけど、線とかになるとこの上の方に、上の方になるのね。ラジエーターは二重になってます。なんだっけ、セリエオール、最初のセリエオールはね1枚だったんだけど、途中から2枚になりました。で、エキゾーストがこう通って、これはまだ触媒がついてないエボ2だね。でコンピューターはマレリの ITW16M ですね。バッテリーがちっちゃいね。 CBS 持ち方多いね。真ん中に2本と左右に2本で流しが違いますね。通称オルガンパイプマフラー、それからこれはまあシングルスイングアーム916以来の伝統だね。この辺りにクロスミッションがあるはずだ。やらなかった。ディスコバランテの反対側だね。いよいよ始まりました。